でぶち殺す。総一郎様。なんて野郎だ。総一郎が怠慢で手の足も出ねえなんて。俺を相手にお前みたいなタフな野郎は初めてだよ。無理ぜ。しょぼい攻撃はなしにしてくれ先輩。素人だと思って手加減してやりゃ、望み通り次の一撃で終わらせてやるよ。今だ。何見切った。愚か者が。わっと。あやちゃんが随分と入れ込んでるから、もっとできる男かと思ったが、所詮この程度か。立ちなさい。この夏目あやの婿ともあろう男がその程度の拳法使いにいいようにあしらわれるとは、なんたる醜態。その程度の拳法使い。誰がいつてめえの婿になったよ。いいか、俺は今まで喧嘩に負けたことは一度もねえんだ。てめえはそこで黙って見てろ。いいな。はい。相変わらずわけのわからねえ女だが、おかげで目が覚めたぜ。まともに技の読み合わせてずっぽしこいつのペースにはまっちまうとこだった。急にどうしちゃったのかしら、高柳先輩。おるよのこういうタイプ。俺は今日初めてお前を完膚なきまで叩き潰す気になったよ。こっちは鼻からそのつもりだ。新入り不合。俺は格闘家じゃねえ。待て。喧嘩屋だってな。冒険必殺バリア。これは綾野手作り弁当。いつの間に実に汚ねえ。喧嘩には何でもありなんだよ。切った。